で三軒茶屋さん抗議してますけれども予告通り、今日は7時半からということで、国会前抗議始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今回、告知段階で全く、イシューについて触れてないで、告知出してきました。理由は一応あるんですけど、もともと3月の10日に一番初めに、2月10日に一番最初に講義をやって、その講義は稲田朋美が人命をあまりにも軽視していること、かつ国会をなめくさっていること、これにとにかく怒って講義をしようということで、そのテーマでやってきたんですけど、3回3週続けてやってる間にいろんな問題が国会内外で起こって、稲田なんか最近ちょっと静かになっててすごいムカついてるんですけど、稲田の件もありますが、その自衛隊の問題っていうのがまず1個で、その次共謀罪の件、特に テロ等準備罪っていう名前なんですが、法案リークされた、原文の中に、テロっていう言葉が一言も入ってないという、そういうインチキの共謀罪がどうも来週あたりに閣議決定されるかもっていうような話もあって、それに対してもやっぱり抗議しなきゃいけないのかなというふうに思ったっていうのが2点目。3点目がもうワイドショー持ちきりですけど、安倍晋三記念小学園の話、森友学園の話があって、特に森友学園に関しては、この国会の講義に絡めてちょっとタグをつけてツイッターでやってみたんですけど、やっぱり拡散のされ方が他のテーマと全く違う、すごい勢いで拡散されてて、今日ここに来てくれてる皆さん大半が多分それに対して怒ってるんだろうということもあったので、じゃあこの3つのテーマ、あと、今日実際にシールズ琉球の公認お話をしてもらいますけれども、まだまだ引き続きある沖縄の問題も絡めて、すべてひっくるめてやろうと思うなら、タイトルめちゃくちゃ長くなりそうだったんで、あえてタイトルつけないで国会前抗議という形にしました。ですので、今日は稲田もあり、共謀罪の件もあり、沖縄の問題もあり、そして、森友学園の件もありで、講義やっていきますので、ちょっといろいろな本当に今日10人のゲストスピーチの方お招きしてます。でいろんな、お話、テレビでなかなか出ないような、新聞になかなか出ないようなそんなお話も聞けるんじゃないかなと思いますので、10時までやります。長丁場になりますが、どうぞお付き合いいただければと思います。で今7時半なんで、ちょっとまだ半芸伝さんの講義やってたりとか、あと後ろの方で希望のエリアでの講義やって
るんですけど、まあ、その長丁場なので、一応ちょっと僕も参加してるんですが、東京給水クルーという、クルーがですね、8時過ぎになると思います。希望のエリアの方で一応給水所というか休憩所を設けます。で、お水ちょっと今日は温かいものがちょっとご用意できないのでちょっとお水とかになっちゃいますが、お水とお菓子、をご用意して、飴とかもあります。後ろの方で、設営してますので、長い時間ですから、小腹空いたりとか氷やりすぎて喉乾いたりとかあると思いますので、随時、ちょっと後ろの方に下がっていただいて、休憩なんかも入れながら10時までお付き合いいただければと思いますのでよろしくお願いします。で、いろいろ言ってますけど大丈夫か、いろいろ今日さっきテーマというかイシューというかいろいろ言ったんですけど、この4つ、森友学園アリーノ、稲葉アリーノ、京本台アリーノ、沖縄アリーノ、全部いろいろで、まあ、反対側でも三原発でやってますけど、そのイシューに共通してることが1つだけあります。安倍晋三が悪い。そうだー。だから、とりあえずちょっと氷やっていきますけど、もうそれ1本でいきたいと思います。安倍晋三はさっさとやめろ。
安倍総理に8億円返せという声がありました。僕やったら絶対返せないなと思っていながら聞いていました。今参議院の予算委員会やっておりまして、私は今一人事で昨日も森友問題について、質疑をさせていただきました。1年半前の安保法案も私は、特別委員会の理事をやらせていただきました。この森友問題も今一人以上やらせていただいています。どういう流れか、いつも私はこういうところに立って、戦いの前線に立っていますが、皆さんがこうやって集まって、安倍さんやめろという声を上げていただいているのは大きな力になります。そして実は森友問題だけではありません。共謀罪の問題は、もう完全に法務大臣が今国会で答弁を拒否しています。
まだ検討中だ検討中だと言って中身については全く逃げ回っています。でこれも大変大きな問題ですし、南スーダンのいわゆる戦闘の問題も実はなかったといったあの報告書が途中で出てきました。今財務省は森友問題で関係した書類を全部廃棄したと言っています。そんなことはありえません。まさにですね、都合の悪いことは国民から隠す、そして自分たちがやりたいことは強行採決で進める、これはもう民主主義とは言えません。議会はやはりきちっと民主主義のルールにのっとってやるべきだと思います。私も実は来週の月曜日も質疑に立つので今からちょっと戻らなきゃいけないので、また今日夜鍋で頑張りますが、皆さんも寒い中ですが頑張っていただきたいと思います。皆さんにもエールを送りまして私のご挨拶にさせていただきます。お疲れ様でございます。ありがとうございました。福山さんありがとうございました。では入りました。よろしく引き続きコールをやっていきます。はい。阿部晋三から子供を守れ。
じゃあすいません、ここでもう一個、スピーチ入れさせていただきます。政治学者の木下茅さんです。よろしくお願いします。前座です。木下と申します。いろんな事件のですね、ボタンは法律とかそういう話ではなくちょっとまあ、ぼんやりした話をします。ちょうど、3月になりましたが、3月ってのは常に始まりの、月です。皆さん覚えてると思いますが、2012年にですね、夏に、官邸前でですね、たくさんのスラシが再稼働に反対して集まりました。あの金曜官邸前抗議が始まったのは3月でした。2015年にですね、同じくこの国会前に十数万の人が毎日毎日集まりました。あの時シーズたちが抗議を始めたのは3月でした。でちょうどまあそういう意味ではこの3月にですね、何かが起こって、そしてその数ヶ月後、まあ、私たちはそれまで体験したことがなかったようなですね、大きなデモンストレーションが起こる、そういうパターンというのを 3.11 もうすぐ来ますよね。その後繰り返していきました。でもうすぐ 3.11 が来ますが、もう6年経ちます。原発問題だけではなくて、特定秘密保護法、安保法制、あと保育園の日本史ねがありましたよね。何かがあれば私たちは国会前に、まあ、集まってきたわけです。そしてどの問題もみんな世論の後押しを受けてました。原発も安保法制も今起きている問題も多数派の世論はですね、おかしい、安倍政権に対しておかしいっていう世論がありました。安倍政権の支持率は高いですが、しかし私たちが常にこの国会前で集まるテーマは、国民世論の圧倒的多数の後押しを、まあ、追っているわけですね。現在問題になっているのはスーダン派兵問題、あるいは共謀罪の問題、そして、言うまでもなく森友学園の問題ですが、これ全て共通したことがあります。ある意味で私たちはですね、私たちの先輩は戦争を否定して戦後の民主主義を選んできました。私たちの先輩は治安維持法を否定して戦後の民主主義を選びました。私たちの先輩は教育直後を否定して戦後を選んできたわけです。私たちの先輩、先達、そしてこのベテランの皆さん、ひょっとしたらやってたかもしれませんが、50年前安倍晋三さんのおじいさんを倒してですね、戦前には帰らないということをこの国は決めた、そういう約束でこの国を、まあ、作ってきたわけです。しかしそれがですね、まさに再び戦前の暗黒にですね戻す、今度は戦後を否定する、そういうですねことがですね、そういう戦前の暗黒の復活が今突きつけられている、でそういう状況になっているわけです。民主主義が否定されようとしています。しかしながら、どんなに安倍政権が独裁的に振る舞ってもですね、世論は味方なんですよ。そうだ、ここにいる人間は1000人、いやもうちょっといるかもしれません。しかしその後ろにはですね、この、スーダンの派兵に対して心配している人たち、森友学園に対して驚いている人たち、そういくまん、いくまんのですね声というのが背後に、まあ、あります。そもそもですね、私たちが一昨年この国会前に集まりましたよね、十数万の人々と。ちょうどそのですね、私たちが国会に向けて声を上げるその陰でですね、大阪で森本学園というですね、まあ非常にこう何とも言えないです、もう皆さんがテレビで見た通りのですねものが作られようとしてきた、わけですよね。もし安保法制の戦いがなかったり、あるいは3・11地方のいろんな取り組みがなかったら状況は変わっていました。この3・11地方ですね、私たちはさまざまな形でですね、社会運動に参加し、その中から反レイシズムの運動というのが生まれてきました。レイシズムはおかしいという声がですねこれだけ上がって、そして、昨年ですね、レイシズムのヘイトスピーチを規制する法律ができた、そういううねりがなかったら、あれは異常なことだ、あれはレイシズムだって言葉がテレビで飛び交うことは絶対にありませんでした。全ての、戦いっていうのはそういうつながりがあるわけですよね。そして私たちはいろんなことを経験しました。インターネット上やですね、さまざまな形で国会と連動して、おかしいことおかしいというふうに世間の目にですね見えるように、可視化していく、そういうことをやる、私たちは技を身につけました。この国会前に集まるということもその技の一つなわけです。それではこの場は世論とつながって安倍政権の本当の姿を暴露しようとしていると言えます。
愛国の名でですね、人を戦場に送って、愛国の名で人の自由を奪って、そして愛国の名で利権を裁って、愛国の名のもとで子供たちを虐待するっていう、これがまあ安倍政権の本当の姿なわけです。国家前の放置はこれからも続いていきます。それが世論と運動、政治を動かして、多分一昨年代が運命となっていくかもしれません。かもしれない。でもそれで安倍政権を揺るがすかどうかは、この場の一人一人の人たちの野生にかかっています。この場には主催者はいません。安倍政権は独裁政権ですが、この場は独裁政権の場ではないわけです。私たち一人一人はこの場で民主主義をきっと実現していくことが安倍政権に対抗する最大の力になってきます。明らかに安倍政権を大きく揺らいでいます。テレビ、新聞、日刊現代、あらゆるところでですね、安倍政権に対する理念の声というのが湧き上がっているわけです。この世論の追い風を受けてですね、そしてまあ真っ当に頑張っている、逆方に真っ当に頑張っているマスコミの追い風を受けてですね、絶対に安倍政権を倒していきましょう。以上です。すいません、まあ受けて、こたつぬここと木下さん、ありがとうございました。調整するか、ちょっと待って。じゃあちょっと冷え込み始めてるんで、後ろすげえ頑張ってるみたいですが、負けないように頑張ってみましょう。いや、負けか、別に戦ってないんですよ。稲田朋美は今すぐやめろ。安保法制今すぐ廃止。
倍晋三は今すぐやめろ。日本共産党衆議院議員の宮本武さんいらしていただきましたね。よろしくお願いします。お集まりの皆さん本当にご苦労様でございます。背が高いですからここで十分見えるかと思いますので。あ、そうですかいいですか、このままでもいいですか。日本共産党衆議院議員の宮本武です。熱烈な論体のご挨拶に駆けつけてまいりました。この間安倍一強と言われるような状況、国民の皆さんから心配される向きもあったんですが、この通常国会野党が力を合わせてこの間森友学園の国有地のべらぼうな大安売り、どう考えても辻褄の合わないあの1億3400万円の取引、これを徹底的に追及して戦い抜いてまいりました。2月の15日に衆議院財務金融委員会で私が、まあ、たまたまですけれども最初に質問をした時には、新聞もほとんど書かない、テレビももちろん取り上げない、なかなかこれを国民的なあるいはメディアでの話題にするのに時間や力がかかりましたが、民進党が追及チームを作りになる、大阪に追及チームが乗り込む、そしてまたそれがメディアに流れる、共産党と民進党野党がまさにこの追及でも共闘してお互い競い合って安倍内閣を追い詰めてきた国民の皆さんの怒りの支えがこの戦いを大きく進めてきたと思っています。共に本当に頑張ろうじゃありませんか。そして皆さん、彼らが私の論戦で結局追い詰められたのは、何を言われようが適正な取引だった、もうこれを繰り返す以外のもう道はないというところに到達をいたしました。なんで8億2000万も引いたのかと、こう聞いても適正な取引でございました。なんで8億2000万になるのかと聞いても適正な取引でございました。こればかり繰り返す、何を言われようが、なぜこの土地が1億3000万で隣の豊中市の土地がほぼ同規模で14億2300万かと聞かれても適正な地価取引でございました、こういうことでありました。この適正取引の砦を何としても打ち破らなければならない、こんな奇妙なことが行われるっていうのは政治家の介在なしにはありえないではないか、そういうが証拠を見せてみろ、そう反論してきました。私たちはまさにこれが証拠だと、まず最初に私の方で2015年9月の4日近畿財務局の9回会議室で、まさに近畿財務局、大阪航空局、そして森友学園側が協議した中身を示して、それを出せと言って迫りました。なんと皆さん、昨年6月20日の売買契約をもって、それ以前
交渉記録や面会記録は全部捨てたというじゃありませんか。安倍首相は安倍昭恵さんの写真をメッセージをホームページから削った民進党の議員が隠蔽かと思ったと言ったら、隠蔽とは何だ、謝れ、食ってかかりました。しかし皆さん、6月20日の取引が終わったら、それ以前の面会や交渉記録を全部捨てる、これこそ紛れもない隠蔽ではありませんか。参議院の審議でそのこと一層明らかになります。政治家の介在があった、その政治家の名前言ってみろ、彼は食ってかかったが、その夜実は私でありましたと名乗って出る自民党の政治家の方がいらっしゃった。もうその翌日にはこれが誰の事務所で書かれたものかも明らかになる。今政治家の口利きはなかった、政治家のこの影響はなかったとこればっかり繰り返していた政府側の言い分は次々と崩されつつあります。皆さん、もうこの教育直後丸が替えのというか、教育直後にまみれた学校はとても4月から開校できないところまで私たちは追い詰めました。加えて言わなければならないのは、小学校でやってはならないことは幼稚園でもやってはならないということであります。皆さん、戦い抜いて子どもたちをあの教育直後のような世界、一旦環境あれば命を投げ打つような、そんな国に追い立てるような教育と断固戦って、平和憲法、平和の未来を子どもたちと共に守ろうじゃありませんか。政治家のさまざまな圧力や関わりを余すところなく明らかにさせて、そして安倍内閣を打倒しようじゃありませんか。私たち日本共産党は他の野党ともしっかり結束して、必ず安倍内閣打倒まで戦い抜く決意を申し上げて、私の連帯のご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。宮本さん、これからトンボ帰りでございます。本当にそんなタイトなスケジュールの中、本当にありがとうございました。やめよう。じゃあ引き続きコールやっていきます。阿部晋三から子供を守れ。
が増えてきてまして、特に後方にいらっしゃる方がだいぶ後ろにぐやーって伸びちゃってる状況なので、なるべく一歩二歩ちょっと前に出ていただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。では、スイッチしていただきます。まもなく埼玉の、佐藤真由香さん、よろしくお願いします。それを聞いてうちのちびちゃんたちは善と悪を考え始めていたんです。この質問を受けた時に私の脳裏には三つ子の魂100までもという言葉が浮かんできました。ここで私が安倍さんってさこうなんだよと答えればきっと彼らの心に安倍さんは良くない人という印象が芽生えたでしょう。でも私はその質問を受けた時に真っ先にそのうち自分でいろいろ考えるようになった時に自分で判断してもらいたいなと本気で思ったんです。なのでその時に私は安倍さんもお母さんたちと同じようにいろいろ考えてると思うよ、もう少し大きくなってきた時に歴史を自分で調べて考えてみたらいいよと答えました。子どもの成長、特に幼児期で一番成長する部分は自分で食べたい、自分の言葉で話したい、自分の頭でいろいろ考えたい、自分がこうしたいと思うことをやりたいという部分です。これは人間の基本であり、そして本能であり、人間であるがゆえの本質部分です。それなのにこの多感な時期に森友学園は何を教えてるんでしょうか。教育直後の暗記、尖閣諸島とすらきちんと言えない顎の発達期に何をバランスさせているのでしょうか。三つ子の魂100までもこの大事な時期に何てことを子どもたちに教えているのでしょうか。これが個人の取り組みなら思想信条の自由とでも開き直るのでしょうが、しかしそもそもの当初の学校名が安倍晋三記念小学院であり、そこに内閣総理大臣夫人の肩書きで名誉校長に就任していたのが安倍首相の奥様の昭恵夫人だったということは、日本の歴史を踏まえても徹底的に追及しなければなりません。麻生大臣だったということは、ごめんなさい、麻生大臣は財務省の売買記録は破棄されたから記録はないと答弁されました。どこかで聞いたセリフですよね。南スーダン自衛隊派遣の部隊日誌、あれも破棄されたでした。捨てちゃった作戦もいい加減にしてもらいたいものです。国の総長がそんな仕事をするわけない。それから原発です。まもなく7年目の3月11日がやってきます。オリンピックを前に安倍首相は原発のアンダーコントロールと世界にアピールしましたが、先日の調査では福島第一原発2号機から650シーベルトという驚愕の数値が計測されました。事故直後のデータもいろいろと出てきています。 IAEA の報告書では2011年3月15日の時点で4号機の扉の内部は1000ミリシーベルトを超えていたという記述もあるようです。一体どんな放射性物質がどれぐらい大気中に飛散したのでしょうか。セシウムに限らない大放出ではないのでしょうか。太平洋に汚染は広がり、もはや地球の脅威となるレベルの制御不能な破損した原発を抱え、それでもアンダーコントロールと機嫌を持たない、安保でも自衛隊海外派遣でも森友学園の問題でも何か不都合があれば書類破棄しちゃったからわからないという答弁を、まるで忍者の忍術かのように使って煙幕を張る安倍内閣には
もうこれ以上国を統治する責任能力があると思えません。ここでコールしたいと思います。すごい緊張します。記念言い訳もうたくさん、記念言い訳もうたくさん、記念言い訳もうたくさん、森友学園ヘイトをやめろ、森友学園
日本のどこにも原発いらない、日本のどこにも原発いらない、日本のどこにも原発いらない、エロコをやめろ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 、命を守れ、あと1時間半くらいありますので、まだまだ道の方たくさん今続々と来ていただいてるんで、面白い話聞けるかなと思います。すいません、ちょっと発見できてないので申し訳ないんですけど、立教大特任教授の西之内さんっていらっしゃってますか？では、立教大特任教授の西谷さんです。よろしくお願いします。いや、続々と駆けつけてっていうで、今着いたっていうわけじゃなくてね、でも最初からいたんですよ。でもね、ちょっと今日寒いでしょ。それでね、私ももうアラセブっていう風になってきて、それでなんか寒いときつくてね、それで今ずーっと行ったら地下鉄のところまでトイレがなくて、それで迷子になって、ここの皆さんからはぐれちゃったんですね。だから大丈夫です。それで、もう本当に今、状況が極めてあからさまに明らかに。なんか去年、その憲法を、その安保法制がね、あるいは閣議決定が一昨年ですけど、これは極めて、県明白なんとかやらって葵さんが言いましたよね、めちゃくちゃ明白っていうふうに。で、今起こっていることも、日本っていうのはめちゃくちゃ明白になってるんですよ。で、あんまり明白になってね、ダラダラになってるから、何が何だか分かんなくなってるっていうのもあって、だから今日は、それでね、そこに、なんで哲学とか思想とかね、そういうのやってる私が、物を言わなくちゃならないのかって。それだって皆さんがもうすごくよく知ってるし、それから今マオの会のスピーチもありましたけど、それでもう全部言い尽くされてるわけですね。だから私が改めて言うことは何もないんですけど、だけどちょっとだけね、見方というか、だから今日はね、3つだけポイントがあるということで、ざっとおさらいをさせてもらいます。でだから一つはね、今起こってる出来事は森友学園問題ですけど、これはね、一つははっきり言ってもとんでもない疑惑であるということね。それでこれは総理大臣が関わってるだけじゃない、だからあちこちに名前が出てくるわけだから当然関わってるわけです。関わってるだけではなくて、これだから財務省とか文科省とか大阪府があからさまに関わってるっていうのを、そういうのを動かして何億っていう金がいらないことになってるという。で、それが一つですよね。で、でもそれはね、それはこれは、疑獄事件というのはいろいろ今まであったんです。だけどこの疑獄事件の決定的なというか、ものすごく大きな特徴はね、その一方のパートナーというか、森友学園というところが、先ほども言われているように、本当になんか教育直後を読ませるとか、それからなんか小学校の運動会とか、幼稚園の運動会でね、なんでしたっけ、安倍さん頑張れとかね、安保法制ありがとうとか言わせてる、これはね、あからさまもう狂ってます。で、これ学校としてはというか、幼稚園教育機関としてはね、完璧に教育基本法違反だし、完璧に憲法違反だ。
だから肺炎だ、肺炎、ね、認可するしないの問題じゃないんですよ。でそういうひどいもので、そこから親にはいろんな恫喝の電話がかかってくるとかメールが来るとかいろいろありますけど、それがこのみずほの国ってさっき言って福島みずほさんここにおられますけど、私はね福島みずほさんが校長、名誉校長だったのね、私はそれってもうどれだけでもお金を引き込めていますけれども違うんですよね。でそういうようなものもね、そういうようなものが最初はねあんまり報道されなかったんですよ。徐々に報道されるようになって、今ではだいぶ報道されて、週刊誌もやっと今頃やっとですよ。だって食いつくてネタでしょ。だけどね、今頃やっとですよ。それで我々はね、はっきり分かるっていうか、我々も分かってるけれども、世間一般にだんだん分かるのは、安倍の、要するに簡単に言えば自民党憲法草案を盾にしたような、安倍首相党が求めるような国家像、教育像というのはこれだっていうことが明らかに見えたわけです。だからこのまま安倍政治を続けていくとこういうことになるわけです。でこの森友学園の問題はね、それだけじゃなくて教育内容の問題だけじゃなくてね、この経営者なんかね、25回もね陳情に来させて取り持ちするような、なんとかやらっていう親分議員みたいのでも、そう、なんていう人でした、小野池、私はねもう無駄な名前覚えないように小野池委員っていうらしいですけど、あの人がね下がりおろう、それでも教育者かって言ったような連中が、それであっちこっちにね、こう権力者にこう取り入ってお金を集めたりごまかしたりとかね、でそういうことを平気でやるような連中がこういう学校教育をやってるわけです。学校経営してるわけです。そうするとね、教育者って何なんだ、教育って何なんだこの国ではっていうことになります。だから経営の面から見てもね、教育の面から見てもこういう連中がやって、それでなんか安倍首相頑張れとかね、阿保生ありがとうみたいなことを幼稚園児に言わせるっていうようなことがね、これが理想の国、ごめんなさいね、みずほの国美しい国、美しい国の教育なんですよ。そういうことが見えちゃった。そうしたらね、こんな首相に、こんな政治家にも日本の政治は任せられないって言った。いくらなんでもね、いくらなんでも一般に分かるようになるだろう。それが2つ目ですよね。それからもう一つはね、そういうことはちゃんとメディアは報道しろ、やっと報道してきた。でもね、恐る恐るやっとですよ、1週間も経って。でね、我々はね、それで我々ここでね2000人集まってやっててもね、安倍内閣は潰れません。安倍内閣のね、実情が、実態がこうであって、彼らの作る政府、彼らの作る政治っていうのはこういうものだっていう見本をね、今見本が今あからさまに見えるようになったわけです。これをこそね、伝えないメディアは何なのかです。そうして今の日本の政治がどうなってるかっていうことを広く知ってもらって、それでもダメだったらまあしょうがないそれで、ね、いやもちろん我々は諦めないけど、そう、それは大事なんです、ね、それで今日もう3つ話したんですよ。それね、それに加えてね、あと2つあるんですよね。それは何かっていうと、こういう政府が共謀罪を通そうとして、今ガタガタに潰れようとしてですね、こんなズブズブになって泥沼にはまりかけてるような政権が共謀罪を通そうとしてるんです。共謀罪はどういうことになるかというとね、なんかちょっと困ったことがあったら、
そのメディアのね、メディアのボスたちを集めて寿司食わせたりなんかしてるっていう、あれは凶暴さんにならないんですよ絶対に。そうじゃなくて私たちがね、今日ここに来ようって言ってね、LINE っていうらしいですね、 LINE でやってたらこれがもう証拠に使われるっていうやつ。何のための法律かっていうのはこれは明らかで、そういう明らかな法律をどうしてしまうとどうなるか。だから前の治安維持法みたいなもんでしょ。そうするとね、どうしてしまうとこの国はもう一度無条件降伏で敗戦をするまでその法律が通るんです。その法律があり続けるんです。だからこの国はこの法律は一回通ったらあとは敗戦しかないということです。だから絶対に通してはいけないということです、ね、そしてまあだからその共謀罪の先駆というかね、ちょっと試しのようにして今起こっているのは沖縄の山城博保管理名のね長期抗議です。だって議題でね、議題で何日の懲役になるか知らないけど、もうすでにね4ヶ月5ヶ月って未決交流のままなんです。変な。それで山城さんはね、面会さえ、家族の面会さえさせないっていう、これは本当に戦前の警察だとかね、後進国の、実はこの服装は世界で一番悪名高かったというハイチのね、トントンマクートっていう秘密警察があるんですけど、それの服装なんですね、これは、ね、そういうのがまかり通るようになるわけですよ。でもうそれね、沖縄で始まってる。それで、でもそういう沖縄のね、山城さんを返せとかいう集会を昨日2000人ぐらいでやって、それで裁判所になだれ込んだっていうと聞こえが悪いけど、裁判所に抗議に入った。そうしたらね、そういうのを過激派だとかね、テロまがいだとか、これをあらかじめ、それをあらかじめこう排除するような、そういう物言いだとか、そういう見方をね、これがまたメディアが広げる行動になってる。それでだからね、何かまともにものを言ったり、何かはっきりものを言ったりする人間がいると、それを切り離して排除するっていうね。そしてそのために共謀罪がいるし、それから自分たちの寿司パーティーを隠すために秘密保護法があると、こういう状況になってるわけです。でもね、これがいかにひどいかっていうのは、ね、森友学園がどういう幼稚園を作り、そしてその幼稚園で育った清く美しい安倍アッキーをね、涙させたような感動的な子供たちがね、公立の中小学校に上がるとダメになってしまうから安倍晋三小学院を作るっていう、そういうことになってるわけですよね。だからこれをもっと広げて周知させて、日本はこういう国になるんだぞと、安倍の改憲路線というのはここにしか連れていかないんだということをね、広くで我々はね、さらにメディアに圧力をかけていきたいと思います。本当にありがとうございました。今スピーチコール、スピーチコールっていう感じでやってたんですけど、お忙しい方は本当にわざわざ今回もというか皆勤賞です。これ4回やってるんですよ。4週連続でやってるんですけど、4週連続来てくれてます。社民党副党首の福島みずほさんですね。お願いします。よろしくお願いします。みずほです。4回皆勤賞です。でもやっぱり国会の前で一緒に声を上げたい、そして声を上げるために来てくださった皆さん、ありがとうというのは変だが、一緒に頑張りましょう。今日参議院の予算委員会で、今まさしく森友学園とそれから共謀罪について質問をしました。森友学園本当に問題ひどいです。なんで一
1億3200万円遊園地費を払ったのか、まだその証拠を政府は出してきません。今日出すようにということを再度言いました。そしてなぜ8億円以上も値引きをしてただ同然で売ることができるのか、それも全く分かりません。隣の豊中市が買った土地は14億円、そしてゴミも全部豊中市がやるんだという契約になっています。同じゴミの処理があるのになんでこんな差があるんでしょうか。政治の圧力と日本会議に対する配慮じゃないですか。安倍総理に対する、安倍昭恵さんに対する、安倍政権に対する、総理に対する配慮じゃないですか。それ以外考えられません。安倍昭恵さんは詩人だ詩人だと総理は言います。でもあの官邸に5人役員をつけているんです。2人は常駐、部屋があって机があって、なんで詩人に官邸に公務員5人もつけることができるんでしょうか。国会議員だって3人しか秘書公設いないんですよ。大臣だって2人しか秘書官はいません。なんで5人、しかも2人は初めて常駐した人間が公務員としてついているんですよ。そして今日質問をしました。森友学園や公園に行くときに随行の公務員はいたんですよね。答えはそうですということです。公務員連れて行って役人使うということは税金使ってるんですよ。どこが詩人なんでしょうか。都合のいい時は詩人だって言って、都合がいい時悪い、ある時は詩人、ある時は内閣総理大臣夫人という名称を使い分けて政治的に利用するなと思いますが、どうでしょうか。で、先ほど西谷先生が話をされました。その通りです。あの幼稚園の光景、本当に凄まじい。教育勅語を本当に暗唱させ、軍歌を歌わせ、そして安倍総理頑張れ、安倍総理頑張れ、安保法は通ってよかったです、それを宣誓させる子どもたちに対する洗脳ではないでしょうか。安倍総理は何を望んでいるか。個性を潰して自分たちの言いなりになる子どもたちを作りたい。安倍政権を批判するような人たちはいらない。みんながみんな安倍政権を礼賛し、安倍総理頑張れと、そういう子どもたちを、国民を作ろうとしている。森友学園の子どもたち、純粋で もちろん子どもたちに何の罪もありません。でもそんな子どもを、国民を作ろうとする今の政治を私たちは許さない。その立場でやっていきましょう。安倍総理が憲法を改悪してまで作りたい世界は、国民が主権者ではなく、まさに権力にひれ伏して素晴らしいという安倍総理に対する批判などない、それが彼にとっての美しい国ではないでしょうか。でもそれは主権者である国民にとっておぞましい国でしかありません。そして個性、個人の個性を潰し、家族が大事、郷土が大事、国が大事、これこそ今道徳で教え込もうとしている憲法の個人の尊重などもう叩き捨てて、そして国のために命を投げ出す、そんな国民をまさに作ろうとしています。でもおぞましいですよね。子どもたちにはなんだらかんだらかんだらなんだら説教をするにもかかわらず、にもかかわらずやってることは25回6回国会議員のところに来て口利き頼んで、まあ、頼んだかどうか分かりませんが、まあ、頼んだんでしょうね。そして国有地をただ当然で、いやむしろいろんな補助金入れれば儲かるわけじゃないですか。自分のお金がなくってなんで学校を作るんですか。私はこれはまさに国のためにと言ってる人々が私利私欲の金まみれの政治を私物化している、その象徴だと思います。だからこんな
社会はごめんなんです。安倍総理の言いなりになるのはごめんなんです。安倍総理の言いなりになる子どもたちを作る教育もごめんなんです。だから私たちは安倍総理が作ろうと思っているのと全く違う社会を一緒に作ろうではありませんか。今日共謀罪についても質問をしました。テロと準備罪と言います。でも与党に示された共謀罪の法案、テロという言葉はどこにもないんですよ。どこにもないんですよ。どこにもありません。それはこの共謀罪がテロ対策などではないということを自ら示しているのではないでしょうか。だったらだったらだったらテロ等準備罪なんて撤回すべきです。嘘つくな、国民騙すな、テロという言葉で騙すな、ミスリードするな、そう言いたいと思います。質問新書を出しました。テロ等の等とは何か。等とはテロ犯罪以外の組織犯罪を言うという答弁書は返ってきました。じゃあ全部じゃん。全部じゃないですか。テロと非テロ全部なんですよ。テロ等準備罪なんていうごまかしの名称を私たちは許さない。共謀罪、これはいりません。先ほど西谷さんが話しました。沖縄ではすでに始まっています。威力業務妨害罪でなんと山城博司さん逮捕され、そして起訴されています。1月に辺野古にブロックを積んだことで11月に逮捕拘留、12月に起訴ですよ。そしたらこう組織的威力業務妨害罪、共謀罪の中に入っています。座り込みしよう、あるいはブロック積もうと話し合っただけで、それを第三者に電話をしメールを出したら準備行為、犯罪行為でもないのに、それで組織犯罪集団に転換したとして、まさに共謀の段階で処罰をされるんですよ。277の犯罪が対象ということは277の治安維持法ができるということです。あまりに早く法律が犯罪が成立する。私たちはまさにこの共謀罪、まだ国会に提出されていません。共謀罪っていうこのグロテスクな法案が国会に絶対に出てこないように声を上げていきましょう。声を上げること、話すこと、力を合わせること、人とつながっていくこと、あらゆる場所で声を上げること、そのことで私たちは未来を変えられます。一緒に野党も共闘、市民も共闘、そしてみんなの周りで共謀罪反対、そして未来を変えよう、そのことを大きく広げていきましょう。国会の中でも頑張り抜きます。ありがとうございます。皆勤賞福島みずほさん、本当にありがとうございます。ここからちょっとまたコール入れていきます。あ、コールをする前にちょっと一言、皆さん遅くまで本当にお疲れ様です。一番後ろの基本のエリアが設定されている場所で、給水所が今設定されております。今日は温かい飲み物がなくて申し訳ないのですが、お茶、それからお菓子など用意してございますので、お疲れの方、お腹が空いた方、ぜひお立ち寄りくださいますように。ではコール いきます。安倍晋三から子供を守れ、安倍晋三から子供を守れ、別愛国者から日本を守れ、別愛国者から日本を守れ、安倍はやめろ、安倍はやめろ、安倍晋三は嘘をつくな、安倍晋三は嘘をつくな、安倍
やってる、もともとのきっかけを作ってくれた栄養会長さんでした。ありがとうございます。ということで、ここからですね、芝木タイムになります。ということで、今日は本当にお願いして駆けつけていただいて本当に感謝感謝なんですけども、ジャーナリストの矢下光一さん来ていただいてます。よろしくお願いします。俺芝木隊だろ。どうも寒い中皆さんご苦労様です。お疲れ様です。今のコール聞いてるとね、なんかすごく高揚してきますよね、気持ちがね。皆さんこれからも頑張ってください。森友事件、私ね、森友問題って言ってないの、森友事件って言ってます。この事件もね、だんだんと怪しさが増してきました。私も実際豊中市の問題の土地に足を運んで取材してきたわけですけども、あの小学校の敷地の土地の中に埋まっているのは8億のガラクタじゃないですよ。あそこに埋まっているのは疑惑のガラクタと名誉な人脈、つまり汚染されているのは土壌じゃなくて正解だってことなわけです。ですからこれは私たち国民の義務としてこの汚染を取り除かないといけない、徹底的にこの問題は追及していかなくてはならないと思ってます。そしてあの学校の様々な問題にも話題になっています。土地の問題、このどんな仕掛けがあったのか、どんな応じ書きがあったのかなかったのか、誰が絡んでるのか、関与してるのか、これをきちんと解明していくのは私たちメディアであり、そして同時に皆さんと一緒にやっていくことが義務でもあるし、もう一つの問題、ヘイト体質ですよ。私ずっとヘイトスピーチの問題を取材してきましたけれども、あの学校は例えば大阪府の私学科からこれヘイトスピーチではないのかということで、実際に調査を受けてるわけですね。その時学校が何て答えてるかというと、これも言論の自由の一環であるって答えてるわけです。ふざけんな。私ずっとこの問題取材してきて分かるんですけども、こうしたことにおいてヘイトスピーチという英知の森に逃げ込むやつは6年やつがいないってことは私はずっと分かってきた。ヘイトスピーチという、ごめんなさい、言論の自由という英知に逃げ込むやつはろくな人間ではないし、逃げ込むなそこにって話です。これはきちんとやはり人を傷つける、何よりも子供を傷つけてるんだということをちゃんと理事長、僕は分かってほしいと思ってる。しかしね、こうした人物によって支えられてるのが今の安倍政権なわけですよ。安倍政権の問題っていうのは何もこの森友学園だけの問題ではない。森友にしろ、それから今私がやってる問題、沖縄の問題です。ニュース女子というこの今ね、沖縄の報道番組に関して私も今徹底的に追及してる最中なんですけども、みんな共通してるでしょ、似てるでしょ、同じでしょ、物言いが、つまり徹底的に誰かを貶め、中傷し、そしてそれを嘲笑う、こうした人物によって支えられてる安倍政権なんだから、僕は倒さなきゃいけないと思ってる。絶対にこれは許すことはできないし、そしてこうしたヘイト体質に支えられている安倍政権自身がそのことに果たして気づいてるのか、気づかせてあげましょうよ、みんなで。あなた方は人を憎悪し差別するような人間に支えられた政権なんだということ、そして我々はそれを絶対に許さないんだということ、こうした姿勢をきちんと見せつけていかなければならないと思ってます。で、安倍政権を支えているのはそうした提灯持ちですよ。提灯持ちというのはご主人の足元を提灯の明かりで照らして歩く人のことを言います。しかしこの提灯持ち、もう一つことがあるわけですね。提灯持ち、川にはまる、つまり提灯持ちというのはご主人の足元ばっかりを照らしているから自分の足元が見えない、そして川に落ちてしまう、水に落ちてしまうわけ。これが今の川越池さんですよ。主人の足元ばかり照らしたがゆえに自分が暗闇に落ちてしまった。しかし落ちるのは籠池さんだけじゃ済まないってこと。水に落としましょう。今甘い汁を吸ってる人間、それを許容している人間、それを支えている人間、みんな水に落ちてもらう、それを私たちはこれからも強く訴えていかなければならないと思っています。夜道に必要なのは提灯の明かりではないんだということ。今この時代、今この瞬間必要な明かりはここにいる多分皆さんが作る、そしてよりよく生きたいと考えている人、より良い日本にしたいと思っている人、より良い社会に生きたいと考えている人と、そして社会の中に分断と亀裂は望まないという人々、そうした人々が提灯じゃない新しい明かりを作っているんだと思う。提灯は捨てろ、破り去れ、水に落とせ、そして私たちが新しい明かりを作り出していきましょう。皆さん頑張っていきましょう。矢下光一さんでした。ありがとうございました。ではさっき芝木隊に来たんで、元芝木隊ですけど、ご協力ありがとうございます。
民進党参議院議員の有田芳生先生に来ていただいております。よろしくお願いします。寒い中を皆さんお疲れ様です。参議院議員の有田芳生です。皆さん、私たちは今安倍政治の終わりを見つつある可能性があります。総裁任期が伸びて国会の中で議場の姿を見ていると、この安倍首相の顔をオリンピック終わるまで見ていなきゃならないのかという辛い思いで私たちは思っておりましたが、オリンピックいらない安倍政権できて、今いよいよ終わりの始まりが来つつあるということをこれからお話をいたします。多くの方々がもうすでに語っているでしょうけれども、まずは森友学園問題。皆さん、今ここにいらっしゃる方、そして全国どこに行ったって子供から大人、おじいちゃん、おばあちゃんまで、森友学園、塚本幼稚園、知らない人はほとんどいない。だけど皆さん、朝日新聞が初めて森友学園問題を報じたのは2月の9日。1ヶ月前には私も森友学園とか塚本幼稚園なんか知らなかった。皆さんだって知らなかったでしょ。知ってる人は豊中とかそこら辺の近くの人、あるいはそこに関わった政治家たちは知っていたでしょう。しかし皆さん、1ヶ月前に私たちが知らなかった問題が大きく今この国会、安倍政権を直撃しているんです。そして国会で初めてこの問題を取り上げたのは、先ほどスピーチをされた共産党の宮本議員、2月15日衆議院の財政金融委員会、まだつい1ヶ月ほど前のことですよ。今やもう国会は予算委員会をはじめとして国土交通委員会からさまざまな委員会でこの問題がこれから衆議院参議院でも追及をされていきます。そして皆さん、明日の朝だって今日の朝だってテレビ欄見たら、テレビを見れば、全てのワイドショーが森友学園、もうみんな知ってんですよ。子供たちだって知ってる。そしていよいよ皆さん、 NHK までも森友学園を取り上げらなければいけなくなった。 NHK の担当者に聞きました。視聴率取れるんですNHK もそうなんです。ワイドショーだってそうです。どん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 ワイドショーがこの問題取り上げていけば、安倍政権直撃しつつあるという、この現実をまず一緒に確認しようではありませんか。さっき安田光一さん語っていらっしゃいました。ヘイトスピーチ問題の専門家として森友学園、塚本幼稚園の実態を知れば知るほど、国有地の払い下げ問題も国民の税金の問題ですから、とんでもない話だ。だけど幼稚園児、そしてこれから作ろうとしている小学校で教えようとしていること、構想わかりますか皆さん。教育直後、これを幼稚園児に語らしている、発行意中に近いようなことを、戦前戦中の教育を幼稚園児小学生に教え込もうという、このアナクロニズム、戦争中戦前の日本にしようとしているのがあの教育には他なりません。なんで皆さん、あの学園
籠池さんと安倍さんは親しくなったのか。それは第一次安倍政権が壊れて政権を掘り出した、もう安倍さんも国会議員なんかやめなさいという声が自民党の中からもどん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 沸き起こった、徹底して追及してもらいたいんだと、自民党のベテラン議員が野党しっかりせよということで資料をいただきました。皆さん、森友学園問題よりももっともっと安倍政権を直撃する問題がこれから出てまいります。私が資料をいただいたのは2日前の夜、そしていろいろ調べております。そして民進党の中でも今調べつつありますし、メディアも動き始めました。今日の日刊現代、第2の森友学園事件、もうほら声が出てます。あれ、家計じゃなくて家計学園、岡山県にある、あちこちで大学を作ってるんですよね。森の後は家計。そしてまあ後で言いますけれども、安倍さんとも。とっても親しい理事長、アメリカに留学した時のクラスメイト、加計学園の理事長、いろんなところにいろんなものを作ってるんだけれども、今愛媛県の今治市で大学獣医学部を新設を決まっている。なんと皆さん、その大学獣医学部新設の土地36億7500万円、無償供与です。ただ森友学園どこじゃない疑惑がある。なんでそんなことできんの、誰でも疑問に思う。安倍政権の下でその土地を国家戦略特区に指定したんですよ。だけど皆さん、今の日本で残念ながら獣医になろうとする人たちはいっぱいいるけども、日本獣医学会だってそんな新設いらないんだ、そういう判断してる、してた。だから規制をしていたのに、安倍政権の下で国家戦略特区ということを決めてしまえば、36億5000万円がただで与えられた。必要ないって言ってたものを規制を取っ払って、そういうおかしなことが行われてる。まあ今ここでお話しするのは導入部で、これからいろんなメディア政党が頑張るでしょう。これが安倍政権を直撃する可能性が極めて高いんです。しかももう一つだけ言っとけば、今度も安倍昭恵さんが登場してまいります。でさらに言えば、大学の新設を認めるのは文部科学省、当時の大臣は下村博文さん。安倍昭恵さんのメッセージの下に下村博文さんの奥さんのメッセージまで写真で出てる。まだまだあるんですが、これからの注目、各新聞社なども頑張り始めております。これまでは森友学園の問題も政治部の記者が取材をずっとしてたんだけれども、今や社会部が頑張り始めてる。で、加計学園の問題も疑惑も社会部が今精力的に取材を始めております。これが本当に安倍政治の終わりになるように、一緒にマスコミを盛り上げて、国会議員を動かして、私たちの叱咤激励を皆さん知っていただいて、安倍政治の終わりを何としてでも
近く実現しようではありませんか。もう一つ最後に共謀罪、先ほど福島みずほさんがいろんな問題点を訴えておられました。安倍政権は3月10日に閣議決定をしたかった、今もしたい。なんで3月10日というかというと、今続いている通常国会で可決をしたい閣法、つまり内閣が出した法案を3月10日を限度に提出するということに決めていた。だから刑法改正、明治以来ずっと変わっていない強姦罪、もっと厳罰化するという課題も含めて、内閣がまだ法案を出してくる。だからその3月10日の限度に共謀罪出そうとしてた。だけど皆さん、さっき福島さんが言ったように、テロ等準備罪、テロ等準備罪と国会でもずっと言ってた、メディアもそう報道してきた。だけど皆さん、出てきた法案手にして全部読んだって、テロの一文字もない。だけど皆さん、テロは反対、当然皆さんだってテロは食い止めなきゃいけないと思う。だけどテロ等準備罪、テロ等準備罪と言ってきたもんだから、朝日新聞の世論調査を見てもテロ等準備罪が必要だという世論調査の結果は 44% が必要ですね、反対ですっていうのは 21% なんです。共同通信の調査でもそういう結果が出てる。だからテロ等準備罪っていうから当然必要だというふうに多くの国民が今だ思ってるんだけれども、だけど676の犯罪対象を277に変えたって、だけど277のうちでテロに関係する法律は半分もない、100ちょっとですよ。だから妖刀苦肉なんですよ。しかも安倍さんたちはテロ対策の法律だと言いながら、同時に一般の人は関係ないって言ってきた。関係あるんですよ、全く関係ある。皆さんだってそういう監視の対象になってしまう、そういう法律の構造になってる。分かりやすく一つだけ簡単にお話をしますと、例えば皆さん、オウム真理教、地下鉄サリン事件、松本サリン事件などを起こしました。安倍さんも衆議院の予算委員会でオウム真理教を見てください。宗教団体だったのが一変して組織的犯罪集団になったじゃないですか。そこに属している人たちはテロ集団だ、何度も何度も答弁してる、一網打尽だ、答弁してる。だけど皆さん、オウム真理教はとんでもない事件を起こしたんだけれども、殺人事件、サリン事件だけではなくて内部の殺人事件なども含めて逮捕起訴されたのは64人でした。だけど皆さん、あの今から22年前の地下鉄サリン事件が起きて、オウムの犯罪行為が明らかになった、あの当時のオウムの信者はなんと皆さん1万人いたんですよ。ロシアでは5万人いた。その中の100人足らずの人たちが犯罪行為を犯したんだけれども、今度の安倍政権が出そうとしている共謀罪、それが適用されれば関係ない何万人もの人たちが監視のもとにあり摘発される、そういう法律なんです。しかも組織的犯罪集団に一変すればっていうんだけども、どうやって一変するって調べるんですか。その前から調べなきゃダメじゃないですか。盗聴、尾行などなど違法な行為を捜査当局がやる可能性が出てくるのが今度の共謀罪なんです。だから福島さん、共産党もそうですけれども、
私たちの民進党も含めてこの問題をこれから徹底して廃案に持ち込むように、国会に提出できないように全力を挙げてまいります。皆さん本当に安倍政権まだまだ続く嫌な時代だなというふうに思っていた。先日自民党の派閥の責任者の人本音を言ってました。安倍さんの政治なんてのはダメですよ。自民党の名前を言わないけれども相当の人が靖国なんてのは参拝しちゃいけません、集団的自衛権なんてのはとんでもない、じゃあどうして安倍政治に皆さんは反対していかないのか。いや与党ってのはいいんですよ、あと 4,5 年は続けたいんだ、そういう利権に絡むような体制があるから、心の中で安倍政治なんてのはダメだと思ってても何にも言わないでこういう政治を続けていく、そこで殺されるのはこの日本です、私たちの暮らしです。その政治家があと 4,5 年は与党のまま頑張りたいと言ったけれども、それが今本当に終わりを見せる可能性が出てきたというのが今日皆さんにお伝えしたいことでした。どうか皆さん国民市民の力、そして国会議員が結びついて、地方議員の皆さんも今日来てらっしゃいますけれども、安倍政治を一刻も早く終わらせるためにこれからも全力を尽くして頑張っていこうではありませんか。皆さん勝利か敗北か、私たちは勝利する、共に頑張りましょう。有田芳生議員でした、ありがとうございました。安田さんに喋ってもらって、有田さんに喋ってもらって、元じゃねえよ、現役なんですけど、カウンターとしては本当に満足なんで、ここから若い人につなぎます。安倍晋三から子供を守れ、アベ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 晋三から子供を守れ。
富さんです。よろしくお願いします。ちょっと冷えてきましたね。皆さん元気ですか？こんばんは。私は安保関連法に反対するママ魚会埼玉の辻瞳です。先ほどスピーチをした、佐藤さんと一緒に子どもたちに戦争のない平和な未来を手渡したいという思いで街頭スピーチをしたり学習会などを主催したり、また時にはスピーカーとなったり日々活動しています。今国会は憲法違反を自ら認めた南スーダン稲田発言や国有地払い下げ森友問題など、ふざけるなと叫びたいことが山ほどありますので、今日はこちらに参りました。ですね、下級の安倍昭恵さんは私をスキーに連れていかなくても行くわよというイベントで悠長にスキーをされていると聞きました。このタイミングでですよ、ふざけるな。共謀罪の法案も立法事実のないまま10日に閣議決定がされるという噂がありましたけれども、先ほど福島みずほさんや有田さんの話ではまだ提示されていないということなことですが、どうなるのかやっぱり気になります。憲法をないがしろにした安保法制の施行以来まっしぐらに戦争への道へと進んでいる安倍政権は今すぐ退場してもらわなければなりません。本日午前中に私も原告となっております安保法制違憲訴訟 の裁判の傍聴に行ってまいりました。原告の意見陳述で印象的だった方の話をさせていただきます。その方は現在84歳で、中学世代は大東亜戦争に勝利することが生きる支えとなっていた元愛国少年です。敗戦後、大東亜戦争そのものが正義に反するもので、アジアの人々や自国民をも殺したという事実を受け入れたとき、なぜ自分が愛国少年に作り上げられてしまったのか、原因を探り克服し、人間として真っ当な在り方を取り戻していくことに費やされた生涯だったと陳述されました。自分の頭で考え判断し自主的に行動するなど思いもよらなかったと。国家が望むように考えることを強制され、国家によって純粋培養されたのだと。かつて日本は教育直後を用いて国民を統合していたのですから、彼は戦前教育の被害者です。まさに教育直後を教育の中心に添えた森友学園塚本幼稚園の教育と重なります。またこの幼稚園はホームページでもヘイト発言を連発しているなんて言語道断です。戦争は差別によって作られることは歴史が証明しています。このような学園に公人か私人かどうでもいいプロ支持の首相夫人がバックアップしていること自体問題ですし、ましてや私たちの血税が公然と費やされているなんて許せがたいことです。ほな、メディアの皆様に森友学園の追及のみにとどまらず関与している政治家や閣僚組織など本丸の追及をお願いしたいです。また新たな疑惑が浮上している加計学園の追及もぜひともお願いします。昨日の参議院で安倍首相は防衛費を GDP の 1% 以内に抑える考えはないと発言をしたそうですね。ふざけるな。安倍政権は一体誰のために政治をしているのですか？国民の命を守る政治なんかじゃない、国家のための政治をしているのではありませんか？私の娘は社会人1年生で納税者となって1年目です。納税者となるまで育ててきましたが、国家のためには育ててきてしたわけではないです。彼女は彼女らしく生きられるように、そして社会に役立つ人になれるように育ててきました。私は子どもたちや若者が希望を持てる社会にするため多く税金を使ってほしいと思っています。若者に軍事研究をさせないでほしい、若者に戦争を行かせないでほしい、格差を広げてこれ以上若者を苦しめないでほしい。どんなに安倍政権が憲法をないがしろにしようとも、私たちは自分の頭で考えて判断し自主的に行動すること、そして一人の個人として尊重されること、また生きる権利を憲法で保障されています。だから安倍政権の沖縄への不当な弾圧、福
福島原発事故の被災者や自主避難者の切り捨て、ジャーナリズムへの圧力、司法への介入を絶対に許しません。私たちは服従しません。私たち一人一人の声、市民の力で民主主義を取り戻しましょう。みんなで心を合わせて連帯すれば必ずできます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた続いてコールしていきます。安倍晋三から子供を守れ、安倍晋三から子供を守れ。
今日ラストのスピーチに移っていきたいと思います。元シールズ琉球で大学生の元山仁志郎くんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。元山仁志郎です。南スーダンの日本の隠蔽から森友学園、加計学園、軍事研究、テロ等準備罪、教育妨罪、100時間残業 OK 法案、原発再稼働、もういろんな問題がたくさんあります。何を話そうかすごく迷っていたんですけども、やはり山城宏二さんの長期交流の話から始めさせてください。10月17日から有刺鉄線を1本切ったとして交流されている山城宏二さん、その後も軽微な犯罪で逮捕、交流、起訴が続いています。その上、家族、友人とも面会できない状態が続いています。私はこういう目に遭ったことがないですが、かつて病気をされていた方が長期交流をされているということがどれだけ辛いことか想像してほしいと思います。この山城宏さんの長期交流に対して、ついに1月27日アムネスティインターナショナルの日本支部も声明を出しました。マンデラルールと呼ばれる非拘禁者処遇最低基準準則法という基準規則では定期的に家族及び友人の訪問を受けることが許されなければならないとされています。まさにこの日本政府から差別されているといえる沖縄の人たちを導く存在である山城宏二さん、まさにもうネルソン・マンデラのような方なんですけども、でもある意味こういう処遇を受けることが、まあ、名誉なことかもしれませんが、まあ、ネルソン・マンデラがそういう目にあって以降、こういうことをやってはいけないと国際社会は決めたわけです。それに日本政府は反しているということです。まあ、もちろんこういったのは国際社会が決めただけでなく、安倍政権、日本政府が守るべき日本国憲法にも身体の自由について記されているわけです。それを日本政府は守っていないわけです。また山城宏二さんはじめ沖縄の人たちが米軍基地、軍事基地に抗議しているのは71年前の戦争、沖縄戦があったからです。あの無残な戦争に突き進んでしまった背景には、戦前戦中の教育があるわけです。皆さん、森友学園の映像ご覧になったでしょうか。教育直後を暗唱させ、天皇の写真を飾り敬礼をさせて、安保法制通ってよかったです、まあ、今の天皇を尊敬しているなら戦争には反対すべきでしょう、まあ、それはちょっとどうでもいいんですけども、まあ、つまりこれが西谷先生がスピーチをされた安倍首相の美しい国なんですよ。そんな国はごめんですよ。森友学園で行われている教育は70年以上も前の誤った道に日本を突き進ませた教育であって、それを子どもたちに今行っているということです。しかも安倍首相の妻である昭恵さん、自民党が大きく関わってやらせているわけです。沖縄戦、アジア太平洋戦争の体験者である私の祖父母もあのような教育を受けたんだと思います。祖父になんで戦争が起きたのかと聞いたことがあります。先ほど辻さんも安保法制の違憲訴訟に関わった戦争体験者の話をしていましたが、私の祖父も申し訳なさそうに下を向きながら、戦前戦中に学校でそういうふうに教わったんだよと口にしていました。その結果体を傷つけ、兄弟を失い友達を失いました。そのような人が沖縄には大勢いるんです。森友学園のように安倍首相の思想主張を一方的に押し付けるような教育をさせていいのか、その先にはどのような未来が待っているのでしょうか。日本が世界をリードするとしきりに言いますけども、そのような国であれば基本的人権、憲法の理念を守り、自由な教育のもと、自由で豊かな発想をする子どもたちを大事に大事に育てていかなければいけないではないでしょうか。先日山城宏二さんと面会した弁護士の方からお話を聞きました。留置場では新聞が1紙1社しか取れないから
琉球新報と沖縄タイムスを交互に購読しているよと話していたそうです。そして最後に諦めずに頑張ろうと口にしたそうです。私たちも諦めてはいけません。そうやって歴史は変わってきたんです。ここにいる私たち一人一人が人権、日本国憲法の理念、自由な教育を大事にする、子どもたちを大事にするような人間になりましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。このまま考慮をしたいと思います。憲法を守れ、やめろ。
ってそろそろ終わりにしたいと思います。高部さんお願いします。そんな締めの言葉もらってとかそんな偉そうなことはないですね。本当に今日はなんかもう本当途中からすごい寒くて、でもそんな中であのこんだけというか残っていただいてて、一番多かった時で1200ぐらい、いましたので、いただきてるから1200って書いてあるけどね。で、今日、これやって、で来週なんですけど、一応来週に関しては皆さんご存知だと思うんですけど、来週の土曜日が3月の11日です。で、首都圏半原発連合さんの方で3月の11日に、抗議行動とデモがあります。で僕としてはそこにみんな参加していただきたい、ここにいる人たち、みんな参加してほしいなと思ってるので、そんな中で、前日の夜にこんな遅くまでやってると皆さん疲れて次の日動けなくなってしまうんではないかというふうに思ってますので、基本的にはやらない方向です。ただ競合剤がもし閣議の場に上がってくるようなそういうふざけた状況になった場合は緊急でまたやります。ただ一応基本的には休みだと考えておいてください。でその次の週なんですけど、3月の17日なんですが、というかですね、もういい加減ですね、こんなおっさんが呼びかけててやってるっていうのはどうなんだっていう気もしてるので、いい加減そろそろ引き継ぎたいなと思ってたんですね。今週ちょっと呼びかけとか、いろいろやってる中でね、僕とか非常に柄が悪いので、安倍のターゲットマークのプラカードが市として上げて煽ったりとかしてるんですけど、そういうことはそういうやり方はいかがなものなんでしょうかと。でもうちょっとやり方あるんじゃないですか、もっともっと広げるためにもっともっと上手なやり方あるんじゃないですかと、いろんな方からお叱りを受けてですね。でただすごくいろんなアイデアを持ってる若い人たちがこうやりたい、ああやりたいとおっしゃってたので、誰とは申しませんが、その人たち、もっとフレッシュな人たちに引き継いで3月17日とかとやっていただこうかなと思っているので、皆さん3月17日、その前の3月11日もそうなんですけど、3月17日開けておいてください。で最後に、これ IWJ さんとかね、IWJ さんも福島みぞおさんとというか解禁で来ていただいて本当にありがとうございます。でこれ中継見てる方とかいらっしゃると思うんですが、本当に国会超えて、ほぼ1ヶ月4週間にわたってやってきて、本当にこんな42とかのくたびれたおっちゃんがぼそっとつぶやいただけで、本当延べでどのぐらいですかね、4000人ぐらい来てるんですか、集まってます。で先週ぐらいとか全国でいろんな動きあったりとかしましたけど、今週、今日大阪 と、福島かなでもやってたかと思うんですが、本当にもっともっと全国でやれることあると思います。ではっきり言うと俺みたいなやつでもできたんで、これ全国で流れてるというか全国で見れる中継だと思うんですけど、すごいなじゃなくて、それぞれで皆さんいろんな形があると思います。みんながやってそれぞれに一つの場所で1000人2000人集まることはないと思いますが、10人20人でもいいです。本当に一人一人で頑張ってやれば、それが本当に小さい動きが本当に大きな塊になっていくと僕は思ってますので、こんなやつでもやれたということで、皆さん全国で頑張って各地で地元でやってもらいたいなというふうに思ってます。では本当に寒い中皆さんお疲れ様でした。後ろの方にですね、給水所というか休憩所、さっき見たらですね、まだお菓子たんまりありました。お腹空いてると思います。お菓子つまみながら帰ってくださいということで、本当に、今日も長い時間ありがとうございました。皆さん解散です、ありがとうございました。プラカードとかこちらのステージの方で回収するので、配られたプラカードを持っている方はこっちに持ってきていただければスタッフが回収します。お疲れ様でした。お疲れ様です。
ありがとうございます。